こちらのセッションでは風刺動画1枚をモデルで考える DDD の境界づけられたコンテキストということでセッションをスタートさせていただければと思います。でこのセッションですね、冒頭皆様にある動画をお見せいたします。そしてその動画はある開発シーンのワンシーンになるんですけれども、こちらの動画少々過激刺激的な表現もございます。そのためですね、そういった表現が苦手な方や、大きな音とかがですね苦手な方は、この5分後に始まる解説セッションよりご視聴いただければと思います。それでは動画の方お願いします。
でですね、初っ端からのゲームオーバーから始まりましたが、ここからがですね、セッションのメインパートになってきます。素晴らしい動画でしたね、野村さん。いや、面白かったですね。本当にここで見ながら笑ってました。はい、ではそんなですね、この動画を作成いただいた美濃工藤さんを本日こちらにお招きさせていただいております。そしてこの後はですね、美濃工藤さんによるこちらの動画の解説パートに移っていきたいと思います。美濃工藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、あ、もう自己紹介でどうぞ。大丈夫です。はい、デリーフォー株式会社の美濃工藤と申します。はい、では早速このセッションの説明に入っていきたいと思います。はい、風刺動画、一枚画モデルで考える DDD の境界づけられたコンテキストと題しまして、デリーフォー株式会社の美濃工藤が発表いたします。はい、こんにちは、皆さん、こんにちは、美濃工藤と申します。はい、こちらのレディーフォー株式会社では働いております。ここはクラウドファウンディングサービスの手掛ける会社です。で、これニュースでもご覧になった方結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、法隆寺 のクラウドファンディングを実施したのが弊社レディーフォーなんですね。で、このサービスのシステム開発に携わっております。はい、で、私 の経歴的なところを少し話しますと、自分はその NEC、まあ、最初新卒でその NEC 関連会社入って、あとキヤノン株式会社に入ってまして、十数年ぐらいその組み込みとかその Windows ネイティブ の開発をしてたんですね。で、3年前にウェブ系の方に軸足を移した人間です。で、3年前そのウェブ系 のクワッドワークスに入りまして、で、まあ、その後に去年ですね、2021年に、まあ、今のレディーフォーに、まあ、ジョインしたという形になります。で、今はアプリケーションアーキテクトとして、その、まあ、弊社 のレイルズなんですけども、レガシーなそのレイルズシステムのリファクタリングとか、あと拡張性設計とか、そのシステム設計全般に従事しております。はい、で、この良いコード悪いコードで学ぶ設計入門 の著者でもあります。で、この本っていうのはソフトウェアの変更容易性を高める設計ノウハウについて解説した本なんですね。で、対象としてはその初級から中級向けの設計入門書で、新卒エンジニアさんに最適です。で、いろいろ、ツイッターとか見てるんですけども、いろんなその有志の勉強会とか、その社内勉強会とかで、社内勉強会とかで、その輪読会も結構多数開催されてるというふうに伺っております。で、これ今年の4月に発売されたんですけど、もう5ヶ月でその7冊重版されたと。で、技術書で1万部超えればそのベストセラーとかっていうふうに言われてるんですけども、発行部数はもう2万部超えました。そしてなんとですね、ちょっとこれはちょっと今ここで初めて公表することなんですけども、なんとですね、台湾版と韓国版に翻訳出版されることになりました。グローバル展開です。はい、とても嬉しく思います。まあ、なんで、まあ、ちょっと調子こいて英語版の翻訳オファーとかも来ないかなみたいな感じで内心期待しております。はい、はい、で、自己紹介はここまでにして、解説の本編に移ります。はい、で、このセッションの概要で、システムをスケールさせる手段の一つとして、マイクロサービス化が、あると思います。で、マイクロサービス化するにあたって、そのシステムの境界をその慎重に設計しないと、データ整合や運用は非常に困難になるというふうに、よく言われています。で、この課題解決には、そのドメイン駆動設計に登場する境界づけられたコンテキストに基づく設計が誘導されていると。そこでこのセッションでは、その境界づけられたコンテキストの解説をしていきます。で、次の今からここに列挙した3点 の理解を、このセッションの目標と位置づけます。それは一枚岩モデルに伴う、弊害を認識し、その解決手段として、その特化が目的特化型モデルをその設計する重要性を、理解すること。それから、その目的特化モデルのために、その境界づけられたコンテキストが存在するっていうことを理解すること。それから、その目的特化モデルと境界づけられたコンテキストをもう正しく理解できるように、ドライ原則を正しく理解しましょう。この3点を目標とします。で、まずその境界づけられたコンテキストは何ぞやというのを理解するために、意外と説明してもちょっと難しいと思いますので、そのまず問題領域と
解決領域っていう、まずそういう考え方からちょっと説明していきます。で、世の中にはその、その人々がその解決してほしいと思っているいろんなその問題がありますよね。その問題、まあその種類も様々であると。で、まあいろんなその種類がある中で、そのある問題の区分をその問題領域というふうに区分し、定義します。で、ここの図でいうそのオレンジの、楕円で書かれたところですね。で、これはその、まあ、この今出しているスライドで出している図は、まあ、楽しく時間を過ごしたいっていう、まあ、問題領域が、まあ、あるとしますと。で、この問題についてその世の中にはそのいろんなその解決手段が提供されてるじゃないですか。で、例えばそれはそのスポーツ観戦、まあ、旅行、ゲームとか、まあ、いろいろありますね。で、この、水色の四角で示した、まあ、それぞれのその解決手段の区分を解決領域というふうに、まあ、定義します。はい。で、まあ、これをまあ他のまあ例で例えると、例えばその商品を売買したいという問題領域に対して、まあ、例えばそのコンビニとか、まあ、最近であればなんか移動販売車だったりとか、まあ、そういうまあ物理店舗っていうまあ解決手段がありますよねと。まあ、それ以外にはまあAmazonとかまあ EC サイトのまあ解決手段、解決領域もまあ存在しますよねと。で、この問題領域っていうのはさらに小さい流度に区分できるんですよね。で、商品売買って例えばまあ、この図のようにまあ分けると、例えばその商品審査、在庫管理、注文、配送、まあ、などに区分できると思います。まあ、それに対して EC サイトっていう、まあ、解決領域はまあマッピングされてるっていうような形ですよね。で、EC サイトって情報システムなので、そのシステム開発上もうモデルを設計する必要がありますよね。で、EC サイトの中心的なモデルといえば、まあ、まあ商品モデル、うん、じゃあこの商品モデル、その注文とか配送とか、そのあらゆる問題領域に対応可能なたった一つの万能なモデルとして設計できるでしょうかっていう、まあ、そういう問題があります。で、ここでその動画の中でその描写したその弊害をちょっと振り返ってみます。で、まずその普遍条件が違うんですね。で、商品の審査では審査関係以外のデータを更新してはいけない。一方で商品の予約については、予約開始日とか、その予約に関するデータを設定しなきゃいけないですね。だから状況によってその普遍条件が違ってくるんですね。だからもう一つの弊害としては、言葉の解釈が異なる。で、同じ金額って言っても、一方ではその仕入れの発注金額で、もう一方では商品自体の価格を指し示すものが全然違うんですね。で、そんなバカなことがあるかっていうふうに思われるかもしれないんですけども、その例えば、まあ、私の経験だと、その金額を表すそのアマウントっていうふうな、まあ、そういうデータがあって、で、それがそのいろんな金額の意味に使われてる、混乱してるそのプロダクト実際見たことあるんで、この手の問題って本当実際多いです。はい。で、動画ではその普遍条件と言葉の解釈の違いっていうのを取り上げたんですけども、まあ、いろいろ他にもいろんな弊害があって、まあ、ここで列挙したものとして、まあ、次のものがありますと。その、まあ、状況によって何のデータが使えるのか分かりにくくなる。それから、どの状況でそのどんな振る舞いが期待されているのかって分かりにくくなると。要はその状況によって守るべき普遍条件が違ってきますよと。それから、言葉のそのデータの意味がその多義的、いろんな意味を示すようになって混乱をきたす。混乱によってもちろん、ね、延泊しやすいですし、場合によってはデータのフォーマット、データフォーマットがそもそもなんかこう状況によって違うケースっていうのも存在します。で、そういう一枚モデルっていうのは、その多くのあらゆるそのロジックと密結合になるんで、その保守や仕様変更時に影響範囲分析というのは莫大な努力を、まあ、要してしまうっていう、まあ、とにかくいろんな問題を起こしてしまうんですね。はい。で、このようなその数々の弊害をもたらすモデルって一言で言うと一貫性がないんですね。で、なのでそのあらゆる状況に対応可能な万能な一枚モデルはもう不可能に近いと僕は思ってます。で、例えばその書籍、最近出たその書籍でそのセキュアバイデザインっていうセキュリティの設計の本があるんですけど、これドメイン駆動設計をベースにして書かれてる本であって、まあ、そこでもそのモデルを解説をしてるんですけども、どういうふうに説明してるかっていうと、その唯一無二の真のモデルなど存在しませんと。で、そこにあるのは単なる選択であり、目的を満たすためのモデルを選択しなければなりませんというふうに解説してるんですね。
はい、じゃあどうすればいいかっていう話というと、その1枚岩モデルをやめて各問題領域それぞれに対して専門で解決する目的特化型モデルを設計すればいいんですね。例えばその商品審査でのその商品モデルは、その審査結果とか審査所見といった審査に必要なデータとルールだけをカプセル化すると。他にはその注文に関するデータとか、それっていうのはその審査に関する商品モデルっていうのは注文に関するデータとか、その審査に不必要な要素って一切カプセル化しないんですね、入れない。で一方でその配送での商品モデルは、例えばその商品のサイズとか重量とか、その配送元とか配送先とか、その配送に関するデータとルールだけをカプセル化するっていう感じで、その目的とかでその設計するんですね。はい、でその目的ごとにその設計されたモデルって、その他の問題領域では使えないですよね。例えばその審査用の商品モデルで配送モデルでは全然使えないじゃないですか。でつまりその各特化型モデルはその適用可能な範囲が違うんですね。でこの適用可能な範囲をシステムの境界として定めたのが境界づけられたコンテキストなんですね。やっとここでその境界づけられたコンテキスト点が出てきたんですけども、まあ、ちょっと遠回りになったんですけども、その要はこのモデルの一貫性を維持するために必要な領域がその境界づけられたコンテキストなんですね。モデルありきなんですよ。境界ありきでなくて、まずその特化したモデルありき、その特化のためにそのコンテキストが存在しますよって形になります。はい、じゃあこのコンテキスト境界をどう設計するかっていう話に移ります。まあ、これはこれでとてつもなく難しい話なんですけども、ところでその境界づけられたコンテキストって、その結構その特殊な言葉っていうような感じで、その一見そのなんか DDD 独自の考えのように思えるじゃないですか。でも僕はそうは思ってはいません。その僕はその境界づけられたコンテキストはそのドライ原則の延長線上にあると思っています。でドライ原則何かっていうと、原点その達人プログラマーでは、その全ての知識はそのシステム内において単一かつ明瞭な、そして信頼できる表現になっていければなければならないと。で知識はその分かりやすく言うと、その意図とかその目的を指すんですね。つまりその意図や目的が同じであればその共通化していいけど、その違うならその共通化しちゃいけないよっていうのがドライ原則なんですね。これさっきのその動画の序盤なんですけども、その同じその商品って名前がついてるからって安易に一つのクラスに結合しちゃ統合しちゃってるんですね。その名前が同じだからとか、そのロジックが似てるからとか、その背後にある意図とかその目的を無視してその共通化するのはそのドライ原則違反なんですよ実は。例えばその共通化するとその開発が苦しくなるとか、その過剰にドライにすべきではないっていうその意見がたびたびそのいろんなところで見受けられますけど、その過剰にそのドライにしてるっていう見方は僕はその正しくないんじゃないかっていうふうに思ってて、その意図とかその目的を無視した無理な共通化をしてるっていうのがそのベターなんじゃないかっていうふうに僕は考えます。で繰り返しになりますけど、その名前がその同じとかデータやロジックが似てそうだから、そのドライ原則にのっとって共通化しようっていうのは誤りなんじゃないかなって思います。そうではなくて、その背後にあるその意図とか目的、ここがその同じかどうかでそのドライにすべきかをその判断した方がいいと思います。で例えばその商品モデルがその複数あるけど、それぞれその目的が違っている、だからその共通化しちゃいけないっていうのが正しいと。このようにそのドライ原則に従えば、その目的ごとにその特化型モデルを設計するっていうのは実はその自然なことなんですよね。だからそしてその各特化型モデルのその適用範囲として境界づけられたコンテキストを定めるのは自然なことだと思います。ちなみになんですけど、そのソフトウェア開発ではその意図や目的って結構その背後に隠れがちなんですね。いや本当に分かりにくいし認知困難だから、その初めから目的駆動でその目的が分かるように名前設計しようよと。でそれこの考えって僕のその良いコード悪いコードで学ぶ設計入門で解説してるんですね。例えばその商品って曖昧な名前しないで、その例えばその審査用途であればその審査品目、配送用途であれば配送品というように、その目的が分かるような名前にします。はい、
はい、ちょっとここまでかなり長くなってしまったんですけども、その、まあ、やっとその境界づけられたコンテキストを、まあ、どう設計するかっていう設計観点について簡単に説明します。でここで挙げるその観点はこうすればいいんじゃないかっていうその検討する考え方の一部であって、その絶対的なものではないということにちょっと注意してください。実際もっと複雑で、そのもっとさまざまなその要件をその俯瞰しながらその、まあ、検討を進めていく必要があります。はい、で観点の一つ目なんですけども、その仕事のプロセスのサイクルで閉じている。だからここではその在庫管理とその配送をまあ図示していますけども、在庫とその配送ではそこでその在庫管理する人と配送する人って仕事の関係する人も違うし、その仕事の進め方っていうのも全然違いますよね。でそのサイクルっていうのはその関与することが互いにこう閉じてるんですよ。で2つ目の観点としては、そのプロセスを取り巻く搭乗概念が大幅に違っている。その例えば在庫管理はその入庫出庫とか安定在庫量とかっていうのがついてもありますけども、一方でその配送ではその全然違っていて、その梱包とかその配送先、配送状況とかがついてもあるんですね。で3つ目の観点としては、そもそも代理誘導でその達成目的が違いますよと。在庫管理と配送では何を行動しているか全然違ってるのも一目瞭然ですよねと。はい、で4つ目、それは普遍条件が異なると。例えばその同じ商品モデルであっても、例えば出品申請ではその申請時にその必須項目が例えば全部埋まっていることだったりとか、審査ではその商品のその項目返信はできなかったりとか、予約ではその予約に関するその項目が埋まっていることとか、その状況によってその普遍条件が違ってるんですね。はい、以上をまとめると、その、コンテキスト協会 その設計観点っていうのは、そのプロセスのサイクルが全然違う、達成目的が違う、その関係し合う概念がその大幅に違う、そのモデル その普遍、そもそも普遍条件が全然違うと、こういったその要素を、考える要素ってこれだけじゃないんですけども、いろんな観点で見てその大きなその違いが見られるところをその境界づけるように設計するのが良いのかなっていうふうに思います。でこうしたその設計する上では、その例えばそのよくあるそのイベントストーミングだったりとか、アドラーとか、そのいろんなその分析手法がすごく役に立つと思います。はい、最後まとめです。はい、あらゆる状況に対応可能な、万能な一枚モデルを作り上げるのは困難で、各問題領域それぞれ専門で解決する目的特化型モデルを設計しましょうと。で各目的特化型モデルを適用する範囲をその境界づけられたコンテキストとして設計しましょうと。でコンテキスト境界と目的特化モデルをその設計する上では、ドライ原則を正しく理解しましょう。でモデル配合にあるその意図、目的単位でそのドライにしましょうと。コンテキスト境界はその代理誘導の目的、プロセス、普遍条件、搭乗概念などさまざまな尺度で検討しましょうと。これで私 のセッションの発表は、私のこ の説明は終わりにしたいと思います。皆さんご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。冒頭のですね、動画とこの解説を作った人が同じというのがびっくりするぐらいですね、このギャップが美濃工藤さんの魅力になってくるかなと思っております。はい、ありがとうございます。で今回ですね、この動画で結局このお伝えしたかったポイントっていうのは、こういったですね、すごい深い背景があるものが動画に凝縮されているということになります。そしてここでですね、ちょっと美濃工藤さんにぜひちょっとご自身が日々どういったことをされているかっていうのをちょっとここで簡単にお伺いできればと思っています。美濃工藤さんは会社の中でですね、こういったこうドメイン駆動設計、いわゆるこう DDD の考え方を、組織的にその会社の中にこう根付かせるためのポジションで働かれるというふうに働かれているというふうに伺っております。具体的にはですね、日々どういったことをされているんでしょうか。そうですね、まず、アーキテクチャ全体の設計のコントロールですね。結構その設計っていうのはそのコストとか その結構トレードオフって結構いろいろあると思うんで、そのどこにその設計コストを投じればいいのかだったりとか、
そのどこにその着目してその設計品質を高めればいいかっていうようなまあ、コントロールとかをしてます。それからあとその同僚に対するその設計の支援とかアドバイスとかですよね、うん、をしたりとか、 DDD 自体がそもそもちょっとした難しさがあるので、まあ、その辺こう、まあ、ある種その布教活動をしたりとか、うんうん、まあ、僕自身はその特にその設計的にその手こ入れしなきゃいけない部分については僕自身がそのリファクタリングしたりとか、まあ、拡張性を高めるように設計したりとかっていうことをやってます、うん、まあ、一つのプロジェクトに入る専任で入るというよりはいろんなところを見ながら全体あそうですね自分はその設計専門 の, チームにいて、まあ、他 の, そのチームの その, 設計 に、まあ、ちょっとアドバイスに入ったりとかっていうような感じのところをやったりとかしてます、うん、はい、ありがとうございます。ではですね、ここからはちょっとこの3人でね、喋りながら、ちょっと動画とこの解説資料のところの内容についてちょっと突っ込んで聞かせていただければなと思っています。はい、野村さんいかがでしたでしょうか。はい、そうですね、ありがとうございました。大変、はい、いつも楽しく拝見させていただいてます。一つこう一つ聞いてみたいところが、例えば先ほどのこう最終的に壊れてしまったシステムがあったと思うんですけど、はいはい、これはじゃあ実際にはどういうふうに直していけばいいのかなっていうところのところを少し議論させていただければなと思うんですが、はい、こう特にちょっと難しい概念かなって私自身がちょっと思ったのが不変条件っていう考え方があったと思うんですけど、まあ、例えば商品登録クラスと、商品、審査クラスがあって、そこのこの商品登録と商品審査って実はライフサイクルが違って、不変条件って言っているのはおそらくこの商品審査が変えないでほしいって思っている期間にこう商品登録側からなんか変更してよっていうのが来て変更が入ってしまうみたいな、はい、そういうケースがあるということですよね、はい、でまあ、そういう時にじゃあ実際にこうどういうふうにライフサイクルが分かれているものっていうのは分けていくのかなっていうのとか少しお伺いできるといいかなと思うんですが、はい、どうしてもこう同じその情報システムだとそういうデータっていうのはどうしても地続きになっちゃうので、どこで区分けするのかっていうのは分かりにくい部分がどうしてもあるんじゃないかと思います。だからまずそういう、まあ、不変条件っていう考え方もちょっと、まあ、ある意味そのソフトウェア的な考えなところもありますし、もうちょっとこう我々のその普段の生活にこう根ざした考えに立ち返って考えた方がなんかいいんじゃないかって思ってます。例えば僕自身はよくまあ、こういうふうにして考えるんですけども、そのコンピューターがなかった時代って何やってたのっていうところですよね。例えば、まあ、まだ全然そのコンピューターが普及しきっていなかった頃っていうのはなんかいわゆるそういうなんか事務作業っていうのはなんか紙でやっていて、うん、なんかなんか例えばその申請してそれを審査するっていうなんかそういう手続きをなんかしようとしたときにお客さんの方はその申請書として出すと、一方でその審査する側はそのなんか審査用紙みたいなのがあって、それはまあ審査というのはそれは外には見せられないものだと思うんですけど、まあそこにその審査書券とかその審査結果って書いたりとかってすると思うんですよね。だからそのもう媒体としても分かれてしまってると。だからそれはなんかその書類そのなんていうかどこでそのそれをなんか分ければいいかっていうのはなんかもう経験的になんかそのなんか紙のなんか違うっていうような形でなんかまあそこでなんかこう書類ごとにそのライフサイクルが違うっていうふうに考えることができると思うんですよね。確かにこのアナロジーってすごくうまく使えるかなと思って、こう登録のところとまあ、審査のところって完全に違うものとして扱って、まあ、審査の部分では審査の紙があって、まあ、審査のクラスがあってその人が独自に永続化しているものがあって、でその状態っていうものはまあ、そのユースケースを使っている人が別にいて、でその人がちゃんと使えるようにこう分けていくっていう考え方ですよね。はい、うん、ありがとうございます。結構その、ね、現実世界ってこうはっきりとモデルが分かれている感じじゃなくて、結構そのやっぱグレーゾーンが多いところだと思っているので、はい、なんか今おっしゃっていただいたような、まあ、実際の人間がもし書類でやったらっていうプロセスでちょっと考えてみるっていうのはなんか一つ確かに勘どころとしてはそういうやり方があるんだなっていうふうに思いました。はい、はい、面白いですね。見極め方のところですよね。こう
まあ、ドライ原則の話とかもあったり、はい、その結構がグレーゾーンみたいなところがあって、まあ、見極め方って結構難しいかなと思うんですけど、はい、その辺のこう勘どころだったりとか、まあ、会社でやられてて難しかったなみたいなところとかって何か他にあったりしますでしょうか。あ、それは、うん、やっぱ非常に今でも難しいですね。やっぱりその、まあ、僕も先ほど説明しましたけど、やっぱり意図とか目的、裏にある意図とか目的、でやりたいそれぞれで達成したい目標ってどこにあるのとかいうような、そういうドメインの分析をしていって、やっとその違いとかその区分けっていうのがやっぱ見えてくるので、それはソースコードをかけてただけだと絶対分かんないんですよね。うん、もちろんそういうのを解説しているそのもちろん社内のその記事だったりとか資料だったりとかっていうのももちろんあったりとかしますけども、やっぱりそこはそのいわゆる DDD でいうそのドメインエキスパート、うん、やっぱりそのビジネスにその詳しいそのビジネスサイドの人に話を聞きたいとかっていうことをして、うんうん、まあ、それでも何回か繰り返し聞かないと分かんない部分もあったりとかして、それでようやっと本当に達成したいものはこういうことだったんですねっていうのはやっと洗い出してて分かるっていうものなんで、まあ、なかなかその辺本当の目的っていうのを洗い出すのは結構手厳しいところは、まあ、あるんじゃないかなと思います。そうですね、やっぱりこう DDD の最初の原則で出てくるようにその、まあ、ドメインエキスパートにちゃんとお話を聞いて、まあ、指きたす言語とかそういう話が出てくるところがあるんですが、はい、そこをやっぱりしっかりやるっていうのはこう、はい、やっぱ前提としてあるんだなっていうのは、そこはもう大前提で、そうじゃないと、うん、そのうまくモデリングもできないですし、まあ、そもそもDDD の実践で多分そこが一番大きなポイントだと思うんですよ、うん、設計をなんかどう設計パターン使ってどうするかっていうのはそれはおまけの話であって、結局その要は各そのドメインをちゃんと表現するためにどういうモデルを作るかっていうのはちゃんとそこは聞きに行かなきゃ分かんないっていうところだと思います。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では、ですね、このドメイン駆動、本日の結構テーマコンテキストの話でこうドメイン駆動設計に基づいたところの話になってきます。でちょっとここからはですね、美濃駆動さんの会社の方でどのような取り組みをされているかというところをちょっともう少しお伺いできればなと思っています。でドメイン駆動設計で、まあこんな形でですね、コンテキストとか境界を考えていくとき、最初にまずこうドメインっていうもので、レイヤーを考えますと。でさらにそのドメインに属する、サブドメイン、そしてその中で本日ご紹介いただいたようなこうコンテキスト境界で分けていくんですけれども、打ち合わせの中でですね、美濃駆動さんからいっぱい話を伺う中で、結構その会社の中としてですね、美濃駆動さんの今いるレディフォーさんの中ではシステム開発をするチームが最初からこのドメイン単位に分けられていて、このドメイン単位でそれぞれの開発チームがアジャイル的に開発をされているというのはっていうような形で取り組みをされているというふうに伺っていました。でこの話がですね、結構私は面白いなと思ったので、ぜひちょっとここら辺の内容を伺わせていただければなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、これ僕、まあ、去年まあ、レディフォーに入ったのは去年なんですけども、その僕が入る前から常にそういう取り組みがなされていて、その、まあ、EM の人がもうドメイン駆動設計を、まあ、に対しても理解があって、そのコンテキストを分けた上で、まあ、その各そのコンテキストにも最適するような形でそのチームをそのマッピングするっていうようなことをやってたんですね。まあ、それはまあ、逆公明作戦といって、逆公明作戦何かといったらば、その最適なその、まあ、アーキテクチャコードを設計して、まあ、そこにそのアーキテクチャ構造にその、まあ、ふさわしくなるような形でそのチームをアサインしていく、そのチームをまあ割っていくっていうような、まあ、そういうチーム編成の仕方なんですけども、その弊社ではその、まあ、Spotify さんの、まあ、スクワットっていうまあ考え方に基づいてその、まあ、チーム分けがされていて、まあ、スクワットって何かといえばまあ各そのミッションがあって、そのミッションとミッションのゴールがあって、そのミッションのゴールを達成するようにそのチームが編成されるというような形ですよね。なんでそれぞれのまあコンテキストごとにまあ
まあ、分けられたそのチームでそれぞれあの、まあ、スカートを割り当てるっていうような形で、まあ、あっていうような、まあ、チーム編成がもうされていましたね、はい、ありがとうございます。今コンウェイの法則と逆コンウェイの法則ってことで話いただいたんですけども、これってどういう考えなんですか、ね、コンウェイの法則っていうのはそもそも そのシステム構成というのはその組織構造 に似てくるっていう法則があって、例えばこう横割りの組織、すいません縦割りの組織、すいません、アプリケーション開発する人がいてデータベースをやる人がいてっていうチーム分けになっていると自然とこうシステムはアプリケーション側とデータベース側に分かれていくみたいな、そういうの根本的な考え方があるんですけど、で逆コンウェイの法則っていうのはそれを逆転させた発想、今美濃倉さんがご説明いただいたんですけど、アーキテクチャ想定したいアーキテクチャっていうのをそもそも考えておく、まあ、今回の場合だとその縦にこう何て言うんですか、目的を持ったこうコンテキストっていうものがあって、それに対してチームをうまくチームを作っていくことでその自然とその形でシステムを構築していくというような考え方になるかなと思います。間違ってたら補足。ああ大丈夫です。ありがとうございます。はい、だから結構そのやっぱチーム分けをどうしようって思うときに、まあ、ただ単純にその、何も考えずにですね、この人数でこのシステムを作るかってやるんじゃなくて、まあ、きちんと何をやりたかったんだっけっていうのを考えて、コンテキストを分けて。この人ね、ドメインを分けて、でそのドメインでチームを最初から作るというのがまず本当にファーストステップとしては、どんどんですね、このいろんなシステム開発のやり方って皆さんいろいろ言われてますけれども、それもすごく、理にかなったやり方なのかなと本当に思っています。でこれちなみになんですけども、やっぱりこうシステムってどんどん進化していくじゃないですか。でビジネスも進化していって、なんかそうなってくると、この最初に作ったこうドメインのチームって、じゃあなんかそのままでずっといいのかなっていう話がどっかで出てくると思うんですよね。なんか実際なんかそういった話って御社の中でも出てきたりしますか？ああそうですね、まあ、僕もその入社してからその、まあ、1年半以上も経過して、まあ、だいぶそのまあ、社で扱っているそのドメイン の、まあ、理解が進んで、だんだん解像度がまあ上がってきたんですけども、当初僕が入る前にその考えられたそのコンテキストっていうのは、やっぱりその今思うとちょっとそこはちょっと領域が違うなっていうようなふうに思う部分があって、やっぱりそのいろんなその分析とか知識を経ていくと、やっぱり そこの境界がやっぱ変わってくるので、これはまあ、おかしなんかちょっともうちょっとこれは改善した方がいいと。だから そういう違和感とかっていうのは普段の開発で、まあ、気づく、まあ、場面っていうのが結構多くて、だからこそちょっとこれは一旦仕切り直しで一旦もう一回コンテキスト の設計をし直した方がいいんじゃないかっていう感じでちょっとまあ今動いてるところですね、はい。実際それってどういうふうに言っていくというか、美濃倉さんの立場としてはいろんなチームを多分見られてると思うんですけれども、はい、そろそろそれを再定義した方がいいんじゃないかっていうのをご自身で発信していくみたいな。そうですね、なんで結局それっていうのは各そのビジネスサイドの人とかからいろんなとにかくいろんな人からその話を聞いたりとかして情報を集めなきゃいけないんで、結局なんでかっていうと、そのコンテキストをまあ境界づけるにはそのコンテキストマップっていうものをまあ書く必要があるんですけども、要はあれっていうのはそのビジネス全体像をどう要はマップするかっていうような図なんで、要は何言ってるかっていうと全体 そのビジネスの話を聞かなきゃいけないわけですね。なるとものすごい、まあ実際にやったことはあるんですけども、ものすごいこうたくさんの人から話を聞いていろんなその情報を整理しかなきゃいけないので、ものすごいこう頭がパンクしそうになるんですね。その全体像を把握一応、まあ、今されてるってことなんですよね。まあでもまだちょっと自分としてはまだ解像度がちょっと、うん、全然足りてないなっていう部分もあったりとかしてるんで、またちょっとここはブラッシュアップした方がいいなみたいな感じで、またその情報収集に向けてまた動き出してるっていうと思います。今なんかこう先ほどの話で設計とかをしているときに違和感が出てくるみたいな話をされてたんですけど、はい、その違和感ってなんかちょっと想像すると、例えばこの辺のコードがやたら複雑になるなとか、はい、なんかそういうイメージなんですか？ああそうです、うん、
やっぱりこうなんでしょうね、特にそのコンテキストここ分けた方がいいぞっていうようなところのロジックっていうのはものすごくこう状態が複雑になっている、状態が複雑になっててやたらいろんな状態気にしてて異譜分だらけになってるっていう特徴が僕はあると思ってます。なるほど。でそのある制御をするにはなんかこの条件が当てはまってたらこの制御をするとか、一方でこっちの条件に当てはまってたらこっちの制御をするとかっていうのがなんか似たようなそういう複雑さっていうのがあちこちに生えてるんですね。でここのその複雑な部分ってそれはすっぱり分けて別のモデルに分けたらそもそもあの条件分岐なんかそもそも必要ないでしょうっていう、だからそういう匂いは普段からやっぱりこうソースコードを触っててやっぱりこう感じますね。なるほど、結構そこが勘どころになってくるわけですね。はい。ただ一方でその本当にそのドメイン、やりたいことシステムを、の実現したいことを知ってる人っていうのはやっぱり我々こう開発者じゃなくて本当に業務をしてる人だったりとか、まあ、営業とかこう戦略の方々が実はドメインのエキスパートだったりするかなと思うんですけども、はい、そうなるとドメインの境界をつけるっていうのは結構人を巻き込んでじゃあどうシステムを作るっていうのをそうい う, こうノンテックな方々もやっぱ入れて考えなきゃいけないのかなと思うんですけども、はい、なんかか合ってますかね。合ってます合ってます、よかったよかった、はい、いやなんでそれはすごくやっぱりこうそれがすごく大変で、あのビジネスサイドの人たちもやっぱりすごくこう忙しくあるので、うん、いつもそういうコミュニケーションができるとはやっぱ限らないんですね、うんうん、だからやっぱりその常にどういうふうにしてこうあのそのコミュニケーションに巻き込んでいけばいいんだろうっていうふうに、まあ、ちょっとまあ最近の僕のまあ悩みところでもあります、はいはい、美濃工藤さんでも悩まれるぐらいまあそこのやっぱり人の巻き込みっていうところがキーになってくるけどやっぱ難しいところなんだなっていうのが、はいはい、改めて分かりました。そしてこんな感じでですね、まだまだあの喋り足りないんですけれどもそろそろセッションの終わりになってきましたので、最後美濃工藤さんからちょっと皆様にあの、まあ、一言あの これだけは覚えてってみたいなところのメッセージいただけたらと思うんですがいかがでしょうか。はい、あのまあ今日のその中心的な、まあ、あの説明のトピックは、まあ、境界づけられたコンテキストなんですけども、あの、まあ、これを実践するには、まあ、繰り返しこのスライドでもまあ説明してきたんですけども、そのドライ原則を正しく理解しましょうと、うん、でドライ原則を実践するためにちゃんとビジネスサイドとかに話を聞きたいとかちゃんとビジネスのちゃんと理解しましょうっていう、ここをちゃんとあの抑えてほしいとあの思ってます。そのあのコードの重複を許さないのがドライ原則じゃではなくて、その意図や目的 の, その重複を許さないのがそのドライ原則なので、そのここをそのちゃんと踏まえてるかどうかって、もう設計品質ってもう天と地ほどの 差が開くと僕は思ってます。だからそこはちゃんとあの意図ちゃんとそのドライ原則って何のためにあるんだろうっていうことをちゃんとあの理解してほしいなと、で ここがちゃんと理解できてちゃんとあのコンテキスト協会の、まあ、設計も、まあ、できるようになるっていうところですね。で、まあ、あと繰り返しになりますけど、そのドライ原則を実践、まあ、実施していくためにはやっぱりそのビジネス理解っていうのはどうしてもあの必要なので、あのただ漫然とこう使用書を眺めてその通りこう実装するっていうだけじゃそのドライ原則の遵守ってもうほぼ絶対無理だと思うんですよね、うん、だからその、まあ、設計品質向上、まあ、していくためにもぜひ、設計していこうとか、自分のそのプロダクトの品質設計品質を向上していこうっていうふうに考える方はぜひそのビジネスの方にその目を向けてほしいと思います。はい、ありがとうございます。冒頭のですね、あの本当に面白い動画から、まあ、そこから問題提供を、させていただいて、こんな形であのセッションさせていただきました。まあ、商品クラスみたいなですね、あの名前を、同じものをですね、こう何も考えずにこうじゃあみんなで統合してしまった時のあのみんなあの、登場の人物たちのこの悲鳴を思い出してですね、これって本当に大丈夫だったっけっていうのを、まあ、その時にこう立ち返っていただけるっていうのが、まあ、本日ですね一番伝えたかったドライ原則の、ところかなと思っております。はい、では本当に皆さん美濃工藤さんありがとうございました。ありがとうございました。